こんにちは。歴ショックです。今回は、アキコへの出資後の紫式部が深く関わりを持つこととなる、アキコサロンの女房集について紹介します。紫式部は、出資直後こそ孤立していたものの、大納言の君、小少将の君など、仲の良い女房もできていきますが、一方で、日本木の三つ骨とあだ名をつけられるなど、関係の良くない女房も多くいました。その背景には、トモコの血縁者が多くいる中、高松戸の秋子の血縁者として女房衆に加わったもの、一条天皇に仕える代理の女房との兼任で秋子に仕えるものなど、派閥の違いがあり、式部はトモコ側の人間として、源氏物語にて彼女たちを刺激する内容を書いたことで圧力を生んでいました。紫式部が仲の良かった女房は、総じてトモコの血縁者であり、つぼねをつなげて一緒に住んでいた小少将の君などは、出自は高いものの引っ込み思案で、式部が最も嫌いそうな女房にもかかわらず、式部はその儚げな様子を心配するばかりで、攻撃はしていません。今回は、様々な出自を持つ秋子女房衆の中でも、特に式部と関わりの深かった6人の生涯、式部との仲の良さに関係する、それぞれの出自の違いについて紹介します。アキコの女房衆の中で筆頭とされていたのが、中宮千次を務める宮の千次です。宮の千次は名前ではなく、中宮の千次の意味で、もともと、女房としての千次の仕事は、公文書としての千次の指示、命令を伝えるところにあり、妃や皇太子といった各家人ごとに置かれていました。千次は、妃の女房衆の役職である、三重殿や内侍の上に位置し、全女房の筆頭格となっています。アキコの千次を務めた宮の千次は、醍醐天皇の孫にあたり、源の利方、高松戸のアキコ兄弟とはいとこの関係にある、中納言、源のこれただの娘として生まれており、源のただ子の名を持っていました。ですが、父のこれただは、藤原の道兼ら多数の苦行の命を奪った疫病にて、57歳で亡くなっており、これにより一家は没落しました。そして、4年後の秋子受胎に際し、高い出自を持つ女性を箔付けのために女房に望んでいた智子たちの意向で、おそらく高松戸の秋子つながりで、秋子の女房に迎えられたと考えられています。智子の姪、藤原の道綱の娘など、高貴な姫君たち揃いの女房衆の中でも、醍醐天皇のひ孫、中納言の娘という宮の千次の出自は頭一つ抜けており、その出自をもって、秋子立皇嗣にトップの千次に任じられたと見られます。この宮の千次を、秋子の乳母とする説もありますが、後年の恋愛模様や、長きにわたる活動形跡から見て、秋子と親子ほどの年齢差はなかった可能性の方が高いです。紫式部も、日記で、出産を終えた秋子が代理へ戻る時の宮の千次の様子を記していますが、宮の千次は秋子の腰に同車しており、他の女房たちとは別格の地位にありました。式部は、宮の千次の外見についても、小柄で細身、髪も長く美しい、威厳があり、どこまでも上品な様子だと褒めちぎっています。ただし、近くにいると息が詰まり、気を使ってしまうと嫌悪感も記しており、頭領階級出身の式部にとっては高すぎる出自もあってか、少なくとも式部は好意的には見ていなかったようです。式部は、トモコ型の人間として、高松戸の秋子の関係者を嫌悪していた節があり、源の利方が三条天皇に、自分を顧問の臣として重用するよう迫った際に、利方と三条天皇の間を取り継ぐなど、醍醐源氏一族として活動していた宮の千次を、密かに敵視していた可能性はあります。宮の千次には恋愛エピソードもあり、藤原の金刀の長男、定頼からアプローチをかけられており、定頼から宮の千次へ宛てた歌が残っています。宮の千次は定頼に対し冷淡だったとあり、恋愛関係には至らなかったはずですが、995年生まれの定頼の恋愛対象になるくらいですから、定頼や秋子ともそう年齢は離れていなかったのでしょう。1026年に、秋子が38歳で出家した際は、宮の千次も共に出家したと記録があり、その後も、女院となった秋子の、石清水八幡宮、住吉社参詣にも具布しています。紫式部や道長がすでに亡くなっていた1050年代になっても、宮の千次は、当時秋子が暮らしていた、白川戸の近くの白川の地に住んでいた形跡があり、宮仕えを辞した後も、生涯にわたって秋子のそばにいたものと推測されます。
左衛門の内侍は紫式部と特に仲が悪かった女房で、日本木の三つ骨というあだ名の名付け親としても知られています。本名を立花の高子とする左衛門の内侍は、系図上は紫式部の母の兄弟、藤原の正方の母とされているものの、年代が釣り合わず、実際は別の兄弟、正明の妻だったと目されていますが、式部との親戚付き合いの形跡も一切見られず、結局のところ、出自は未確定となっています。もともと、左衛門の内侍は、一条天皇に仕える代理女房で、明子の女房を兼任する形となっており、初めから明子に仕えていた宮の千事屋式部とは、同じ明子の女房といっても異なる立場にいました。そんな左衛門の内侍は、式部に、わけもなく自分を敵視し、心当たりのない陰口を多く言っていた人物として、日記に書かれています。源氏物語を読んだ一条天皇が、作者は漢文の素養があると褒めていたのを聞き、日本木の三つ骨と式部を呼ぶなど、左衛門の内侍は、新参者の式部をいじめる古参女房の典型例のような女性で、日記を読む限りではあまり感じはよくありません。ですが、この二人の確執は、左衛門の内侍の直属の上司で、内侍の助の職にあった源の明子を源氏物語内で揶揄した式部に原因がありました。式部は、源の明子一人をモデルにしたわけではないものの、源氏物語で、同齢ながら光源氏に色目を使い、遠野中将も交えて恋愛事を楽しむ好色な老女、源の内侍の助を繰り返し物語に登場させています。もともと、代理女房と共子方女房という立場の違いもあり、式部に限らず、共子方の女房は、明子一人に忠誠を誓うわけではない。どちらかといえば一条天皇、厚安親王寄りの源の明子、左衛門の内侍ら代理女房と折り合いが悪かった可能性が高いです。そして、好評を博す源氏物語内で、嘲笑の対象である源の内侍の助のモデルとされたことで、源の明子は怒り、内侍の助の職の辞表を叩きつける事態にまで発展しており、その部下の左衛門の内侍は、式部に敵意のあるあだ名をつけるに至ったのだと考えられます。もっとも、式部は、一条天皇が明子の元を行幸した際に、左衛門の内侍が神器の剣を持つ姿を見て、見た目や雰囲気、扇から覗く横顔すべてが華やかで綺麗だと記しています。直後に、自分と仲の良い弁の内侍の方がセンスが良いと記してはいるものの、少なくとも式部にとって、左衛門の内侍は、好きでなくとも女房としての実力は認めざるを得ない存在だったことは確かと言えるでしょう。最小の君は、藤原の道綱の実の娘であり、藤原の豊子の名を持つ女性です。道綱は、智子の同母前、中野君を妻としており、最小の君は、智子の姪、明子のいとこにあたります。もっとも、最小の君の母が本当に中野君だったら、大納言の正妻の娘として叱るべき貴公子との縁談があるはずであり、実家が没落していないのに女房勤めをしているあたり、道綱が身分の低い女性との間に産ませたこと考えられます。それでも、父を通じて明子のいとこであることには変わりはなく、宮の千事を筆頭とする女房衆の中では、智子の姪にあたる大納言の君と並び、好意にありました。また、最小の君は、明子に中宮大臣として仕えた、頭領階級の大江の清道と結婚し、子供を出産していたこともあり、明子の出産時には、智子と共にそばで支え、出産後のお湯殿の儀の奉仕など、フル回転で活躍しています。そのまま厚平親王の乳母となっており、後一条天皇として即位した後は、従三位まで位が上がり、後宮の内侍の司の実質的トップ、内侍の助を務め、当三位と呼ばれるまでの存在となりました。紫式部とは年が近かったとみられ、親しい関係にあり、式部は日記に、たびたび最小の君について記しています。それも、かなり親密な仲だったようで、最小の君が居眠りしている様子を、物語のヒロインのようと可愛らしく思い、口元を隠している衣をどかして顔をよく見ようとして、起きた最小の君に文句を言われるというエピソードが残っています。最小の君は、式部にとって、女房として理想的だったようで、あらゆる褒め言葉を使って褒めており、式部が、お高く泊まって引っ込んでばかりと批判する上老女房たちとは対照的な存在でした。最小の君は、道長、式部の死後も、乳母を務めた後一条天皇の中宮、竹子にも仕え、竹子が娘を出産した際は、へその緒を切る役を担っています。
後一条天皇崩御の後は後を追って出家しており、生涯にわたって道長一族を有能な女房として支えることとなりました。大納言の君、小少将の君は実の姉妹で、二人とも智子の姪にあたる人物です。経図上は姉の大納言の君が智子の異母系源の助則の娘で、妹の小少将の君が智子の同母系時道の娘とされていますが、小少将の君の父も助義とする記述があるなどはっきりしていません。実際は二人とも源の時道の娘で、智子の実の姪にあたり、987年に出家してしまった時道の後継者として扱われた異母系助則に、姉妹は養女として引き取られて育てられたものと考えられます。このうち大納言の君は源の安子の名も持っており、藤原のこれ近の正妻である源の重光娘の兄弟、源の範政の妻となっていました。しかし、範政とは離婚し、養父の助則も998年に亡くなるという不幸に見舞われた結果、いとこの明子に女房として仕えるようになったとみられます。大納言の君の故障は、助則の兄で、明子の中宮大夫を務めていた、大納言源の時中に由来しており、時中が後見となって出仕した名残と考えられます。大納言の君は、宮の千字に次いで、女房衆の中で2番目の地位にある三重殿を務めており、その出自も相まって、女房衆の中核として活躍しました。そんな大納言の君は、後世成立の映画物語が出典ではあるものの、道長と男女の関係にある女房、メシュードの立場だったとされています。道長との間に子はなかったものの、正妻の智子も、大納言の君は他人ではないのだからと、夫が自身の姪と関係を持つことを黙認していました。式部は、この大納言の君と親密な関係にあり、明子出産後、実家に戻っていた式部が、宮中復帰を前に和歌を送ったのが、先に宮中に戻り明子のそばで仕えている大納言の君でした。他にも、明子出産前の安産祈願のホッケ30項の際には、思い悩むことのあった式部が、その思いを隠して道長家を称える歌を大納言の君に送ると、式部の心中を察し、理解する歌を返し、思い悩むことなどなさそうと大納言の君を見ていた式部を驚かせています。大納言の君の真意はわかりませんが、没落の末、主君の愛情を受ける立場の自分と、栄華を極めるいとこを比べ、自分の境遇を嘆いていたと考えられ、それゆえ、式部もただの高貴な出自の女房と密に、一番に和歌を送るほど信頼していたのかもしれません。大納言の君は、厚平親王誕生時には迎え湯を担当し、その後、厚平親王が皇太子になると、東宮専事に就任し、東宮女房衆の中心となっています。一方、小少将の君は、横の絵の少将だった実の兄、正道の妹として、小少将の君の女房名を名乗り、大納言の君と同様に、明子のもとに出仕しています。小少将の君は、大納言の君以上に式部と仲が良く、個別の部屋となっていた壺根をつなげて一つの部屋にして共に暮らすほどで、道長から恋人ができたらどうするとからかわれても、そのようなこともないので安心と返すほど、深い仲となっていました。ですが、小少将の君は、式部が嫌う、お高く泊まって引っ込んでばかりな高貴な出自の女房そのもので、見た目は可愛らしいものの、引っ込み思案な性格で、見るに忍びないほど子供っぽいと式部に心配されています。それでも、式部は小少将の君を罵倒することはなく、幼くして父を亡くした境遇に同情し、人生を嫌なものだと思い込んでしまっている小少将の君の儚げな様子を常に気にかけていました。時期は不明ながら、小少将の君は式部に先立って亡くなってしまっており、式部は生前に交わした手紙を見て、小少将の君を偲ぶ歌を残しています。馬の中将の君は、紫式部日記には数回しか登場していないながらも、式部と特に仲が悪かった女房として有名です。馬の中将の君は、藤原の兼家の異母弟、藤和の子で、藤原の道兼の正妻の兄弟にあたる藤原の助政の娘です。母は源の高明の娘で、高松戸の明子、利方の姉妹にあたることから、宮の千字と同様に、高松戸の明子のつながりで明子の女房になったと考えられます。助政は中野監督家に近い人物で、993年に馬の中将の君を、貞子のご世知の舞姫として差し出しており、
そのまま当時12歳の馬の中将の君は貞子に仕えていました。そしておそらく貞子の死後、高松殿明子の縁で明子の女房に転じたとされています。そんな馬の中将の君は、出産を終えた明子が代理に戻る際に式部と車に同乗することになりましたが、式部曰くまずい人と乗ったと露骨に嫌そうな顔をしたようで、式部は大げさな態度だと煩わしく思っています。ですが、式部が一方的に嫌われていたわけではなく、式部も少し前の一条天皇行幸時には禁止を許された女房の中で、馬の中将の君が一人だけ襟染めの上着を着ているのを悪い意味で目立っていたと記すなど、元からお互い関係が良くなかったようです。馬の中将の君は高松殿明子の命にあたり、天皇にもつながる高貴な出自だったことから、頭領の娘に過ぎない紫式部と同列に扱われるのを嫌がったとされ、式部も高貴な出自を持つ馬の中将の君を嫌っていたとされます。ですが、それ以上に二人の関係の悪さの背景には、高松殿明子派と智子派の対立があり、それに伴って式部が源氏物語を通じて明子派を攻撃していたという事実がありました。源氏物語で光源氏はおぼろ月夜との密通が原因で須磨に流されますが、これは明子、年方の父である源の高明のアンナの変による太宰府への流罪を彷彿とさせるものでした。源氏物語が大反響を呼ぶ中、第五源氏一族にとっては、光源氏の流罪は一族の没落の原因となったアンナの変を思い出させるとともに、源の高明が色好みゆえに流されたような印象も与え、その作者である式部を露骨に敵視するに至ったとされます。その後、馬の中将の君は長く明子の女房を務めた後、道長や式部が亡くなった1040年頃には代理の女房に転じており、その生涯の大半を女房勤めに捧げることとなりました。この6人以外にも、明子サロンには初期から文化面を支えた赤染衛門、遅れて出資しながらサロンの中心となった泉式部など多くの女房がおり、これら歌人たちや源氏物語を書いた式部の活躍がサロンの文化レベルを大きく引き上げました。赤染衛門、泉式部に並ぶ明子サロンを支えた歌人として有名なのが、百人一首にも歌が選ばれている那須坪の五人の一人、大中富義信の孫、伊勢の大夫です。伊勢の大夫は式部から数年遅れて女房として出資し、式部とも和歌の贈答を行っており、高貴な出自の女房ばかりの空間の文化面を底上げするため、式部同様、智子による手こ入れの一環として女房衆に加えられたと推測されます。また、大納言の君、小尚書の君をはじめとした智子関係者が多いのも明子サロンの特徴で、智子は母の代から仕えていた古参女房、大夫の妙部を明子の女房とし、明子からも格別に信頼された大夫の妙部を通じて明子の解任をいち早く聞き出していました。宮の戦時、大納言の君に次ぐ内侍の職も、元は女院明子の女房から転じた立花の明子が務めていたものの、智子の目の友で紫式部と仲の良かった式部の大元の姉、藤原の吉子に交代しています。智子は自身が明子の元に頻繁に出入りするだけでなく、女房の人選を通じて間接的にも影響力を持っており、式部も智子の影響下で源氏物語の執筆、明子への漢学進行など女房としての務めを果たしていくこととなるのです。最後までご覧いただきありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。他にもたくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。